山にこだまする山彦、それは山の精霊の仕業か、殺された者たちの絶叫か、それとももっと生きていたかったという少女のつぶやきなのでしょうか。さまざまな思いの声を運んで山彦は山を飛び回ります。次回あやかし話山彦をご覧くださいませ。